この動画は徳島県教育委員会が児童生徒の皆さんや保護者に向けて作成した家庭学習応援動画徳島学びのサポートです。今回は高校1年生で学習する集合について勉強します。高校1年生は予習として、高校2年生以上は復習として利用してください。それでは始めます。まず集合というものはどういうものだと思いますか？数学の授業で出てくる集合というものは、ある条件を満たすもの全体の集まりのことを言います。つまり属しているものがはっきりするようなものの集まりのことを集合と言います。それでは少し考えてください。次のものは集合と言えるでしょうか？1、5以下の自然数の集まり。2、A 高校11ホームルームの生徒の集まり。3、大きな数の集まり。さあ、いかがでしょうか？はい、それでは確認します。まず1番ですが、5以下の自然数の集まりというのは、1、2、3、4、5という5つの数字がこれに当てはまるということがはっきり分かりますので集合と言えます。それから2番の A 高校11ホームルームの生徒の集まりというのも、35名であればその35名の集まりというのがはっきりしますので、これも集合と言えます。それから3番の大きな数の集まりですが、大きな数という言い方では人によってどの数が大きいかどうかっていう判断がはっきりしませんので、これは集合ということはできません。このように集合というのはある条件を満たすもの全体の集まりのことですが、ここで出てきた一つ一つのもののことを要素という言葉で呼びます。それでは次に集合の表し方を勉強してみましょう。例として5以下の自然数全体の集合を表してみようと思います。集合の表し方には2通りあるんですが、1、中括弧の中に要素を書き並べる方法。集合は中括弧で表す決まりになっています。中括弧の中に1、2、3、4、5という5つの要素をコンマを打ちながら、数字であれば小さい順に並べて書くことになります。2つ目として、中括弧の中に要素の満たす条件を書くという表し方もあります。この場合は中括弧の中にまず X で縦の線を入れて、右側に X は5以下の自然数というふうに、まず最初 X は要素の代表として最初に文字を入れます。次に仕切りの線を入れます。そして右側に X の満たす条件を書き込むことで集合を表すことができます。それから図で集合を表すこともあります。A という集合を丸い枠の中に1、2、3、4、5という要素を書き込んで表す方法や、全体集合 U というのは長方形の枠の中に表すこともあります。それでは練習問題です。次の集合を要素を書き並べる方法で表してみましょう。括弧1、括弧2の2つの集合についてそれぞれ書き表してみてください。それでは動画を止めて考えてみましょう。はい、それでは答え合わせをしましょう。まず1番の20以下の正の偶数全体の集合ですが、これは2、
4、6、8、10、12、14、16、18、20の10個の要素が入っている集合ということが分かりますので、中括弧の中にその10個の数字を書き並べてください。ただし今回は10個の数字なので書き並べることもできますが、それよりも多くの個数を持つ集合、20個だったり100個だったりもっと多い集合というのもありますので、その場合は途中を点点点で省略することもできます。それから2番の X は12の正の約数という条件を満たすものの集合については、1、2、3、4、6、12の6個の要素を書き並べておけば大丈夫です。ここからはいろいろな集合について勉強していきます。まず1番共通部分という集合です。記号で書くと A と B の間にアルファベットの U をひっくり返したような記号になっています。読み方は A と B の共通部分と読みます。どのような集合かといいますと、2つの集合 AB において AB のどちらにも属する要素全体からなる集合のことを A と B の共通部分というふうに言います。両方に属する要素が入っている部分なので、図で表すと2つの集合が重なり合っているこの部分が共通部分ということになります。早速練習問題です。次の2つの集合 AB について A と B の共通部分を答えてみましょう。それでは動画を止めて考えてみてください。それでは答え合わせです。 A と B のどちらにも属する要素全体からなる集合を共通部分と言いますので、今からここにある要素を図の中に書き込んでいきます。A の要素は1、2は両方に含まれています。3は A、 4も両方に含まれています。6と8は B の要素ということで、この中にある要素は図で書き表すとこのような形になりますので、 A と B の共通部分は2と4の要素が入ります。続いて2つ目の集合は和集合です。記号は A と B の間にアルファベットの U と同じような形の記号を書きます。 A と B の和集合と読みます。どのような集合かといいますと、2つの集合 AB において AB の少なくとも一方に属する要素全体からなる集合のことです。少なくとも一方に属するという言い方が少し難しいかもしれませんが、これは A だけに属する要素、それから B だけに属する要素、 A と B の両方に属する要素全てを集めた集合となります。図で表すと A と B の和集合を表したものになります。それでは練習問題を考えてみましょう。次の2つの集合 AB について A と B の和集合を答えてみてください。それでは動画を止めて考えてみましょう。それでは答え合わせです。この2つの集合の和集合ということで、図の中に要素を書き込んでみます。1、2、3、4、6、8、先ほどと同じようにこのように要素が散らばっていますので、和集合の要素は1、2、3、4、6、8の6個ということになります。それでは3つ目の集合、補集合です。補集合の記号は
アルファベットの A の上に棒を1本、バーを書きます。読み方は A の補集合というふうに読みます。どんな集合かと言いますと、まず全体集合 U という集合が一つあって、その中で集合 A に属さない要素全体からなる集合のことを A の補集合と言います。つまり、全体集合 U の中で A に属さない要素からなりますので、図では部分にある要素を指すことになります。それでは練習問題です。一桁の自然数全体の集合 U において A という集合があります。この時 A の補集合を答えてみましょう。それでは動画を止めて考えてみましょう。それでは答え合わせです。一桁の自然数全体の集合を U と書いてありますが、 U は1から9までの9個の数字が入った集合ということになります。その中で A の集合の要素がこの4つですので、 A の中に1、3、4、7が入っています。ということは2、5、6、8、9の5つが集合 A に属さない要素ということになりますので、 A の補集合はこの5つの要素を持つ集合ということになります。今日は3つの集合について説明をしましたが、実は他にも部分集合というものや空集合というもの、他にもいろんな集合が出てきます。また教科書の中でしっかり勉強をしてください。